海の上に白い入道雲が浮いていた。ねえ船頭のおじさん、私ホームシックにならなかったんだよすごいでしょ。見かけない顔だね。どこんちの子かな。小学生が一人で観光に来るわけはないし。僕、お母さんが臨月だから8月の間だけおじちゃん家に預けられることになったんだ。一人でここまで来たの。ううん、潮立てまではお父さんの車で来たんだ。でもお父さん、今日中に東京まで帰らなきゃいけないから、さっき潮立ての港でさよならしてきたんだ。一人で船に乗るのはちょっと心細いかもね。うん。ねえ、お姉ちゃんも一人でここまで来たの？え？私、今年の春から東京の高校に通ってんだ。あっちで下宿してるの。だから、もう一人は慣れっこなの。安子ちゃん、海の町見えてきたよ。お姉ちゃんね、あの町で生まれ育ったんだ。おーい、愛しの海の町よ、安子が帰ってきたぞて降りてくださいね。ボクくん、ご苦労様。やっと着いたね。こんにちは、おじちゃん、おばちゃん。これ、うちのたけしとしげる。もう何年も会ってねえから覚えてないだろう。お姉ちゃん、こっちこっち。ねえ、君何年生なの？僕は3年生だけど。へへ、俺5年生。なんだ、やっぱり僕が一番下か。というわけで、3人とも1ヶ月間仲良くするのよ。おーい、みんな、撮るよ。はい、チーズ。はい、今日からここが僕くんの部屋よ。
なんでか不思議なところだね。ごめんね。おばちゃんち民宿やってるからいろんなものが置いてあって。でも、ここの部屋はね、一番いい風が入ってくるところなの。あと、食堂でご飯を作ってると、その匂いもね。なんだかお腹が空きそうだね。じゃあ、もうすぐ晩ご飯にしてあげるから、ちょっとだけうちの周りでも探検してきたら。うん、ありがとうおばちゃん。でも、あんまり遅くなったから、海で泳いだり、山の中へ入って行っちゃダメよ。おばちゃん、ボク君のお母さんに危ないことはさせませんって約束したんだから。よう、ご苦労さん。うちのガキンチョども最初はちょっと遠慮してて、なんだかとっつきにくい感じがするかもしれないけど、まあすぐに化けの皮が剥がれっから、仲良くしてやってくれよ。うん。みんなご飯よ。食事はいつもこの海の家で食べるのよ。いいだろ。冬はちょっくら寒すぎるけどよ。台風来た時なんかすごいんだよ。ねえお兄ちゃん。うん、まあな。よっしゃ、じゃあいただきます。いただきます。来ます。なあ、ボクちゃん。おじちゃんが1日100円で宿題やってやろうか。もう、また変なこと。父ちゃんすごいんだよ。お兄ちゃんの算数のドリル、全部間違ってんだから。朝飯前や。クソ、親父が。まあまあ。ところで、ボク君。夏休みの自由研究は何にするの？うちの前の道路の交通量の調査。あ？何それ。毎朝30分何台通るか数えるんだ。お前インテリだな。ここじゃその研究無理だよ。なんで？田舎だから。走ってないよ、車なんて。まあこの辺で簡単にやれるのって言ったら昆虫採集くらいかな。そうなんだ。交通量なんて嘘書いたってバレねえだろ。まあ父ちゃんたら。
じゃあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でした。ボク君、疲れてたら今日は早めにお休みなさいしましょう。あんまり夜遅くまで起きてると朝のラジオ体操寝坊しちゃうぞ。うん、そうだね。この部屋に勝手に入ってくんなよ。え、ごめんなさい。いいんじゃないの、一月いるんだろ。バリア張っても無理無理。でもあまり大きな顔すんじゃないよ。顔が大きいのは生まれつきらしいんだけど。なあ、ところで昆虫採集セットもう見た？え、何のこと？僕ちゃんの机の上に昆虫採集セットを置いてきたんだけど、俺もう使ってないから貸してあげるよ。え、本当？ありがとう。まあ何か困ったことがあったらまずは俺に相談しろってことかな。うん、分かったよ。自由研究、僕たちは朝顔を育ててるんだ。へえ、そうなんだ。種をまいたのはここの窓のすぐ下なんだけど。そうだ、僕ちゃんも一緒に競争する？え、どういうこと？お兄ちゃんと僕でどっちが早く咲かせるか競争してるんだ。左側のがお兄ちゃんで真ん中が僕で、右端が僕ちゃんっていうのはどう？毎日水をやればいいってこと？そう、大正解。なんだか面白そうな話だね。おや、カメラマンが登場だぜ。この人サイモンっていうんだ。ずっとうちの2階に泊まってるんだけど。じゃあサイモン、朝顔が咲いてる間だけ毎日1枚朝顔の写真を撮ってあげるよ。大切に育てればそれだけたくさん写真がもらえるってこと？それはやりがいがあるじゃん。楽しみにしててね。おやおや、これはこれは、ずいぶんとかわいいお客さんが来たようじゃ。あ、勝手に入っちゃってごめんなさい。ここは田舎なもんで玄関を閉めておく習慣などないのじゃよ。この家もそしてわしの診療所もじゃ。
好きな時に勝手に入って休んでいきなさい。うん、ありがとうおじいちゃん。ねえおじいちゃんっていくつなの？え？わしか。わしはおかげさまで今年数えで73になるはずじゃ。ねえ、数えって何？数え年といって昔の年の数え方じゃ。ボクくん、絵日記書いて、おやすみなさいしましょう。うん、おばちゃん、おやすみなさい。どうしたの？今朝はロケット見に行ってんのよ。花火じゃなくて？うん、近所の子が小さなロケット作って飛ばしてるの。まだちょっくら危なっかしいから本当はうちのガキども行かせたくねえんだけどよ。でもおばちゃんはね、ヨウくんのロケット応援してるんだ。ねえ、ヨウくんって誰？港の向こう側の家にお父さんと二人で住んでるの。中学生のお兄ちゃんだよ。多分奥沢に落ちたな。ま、うちのわさび畑には関係ねえだろ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。残念、今日のもまっすぐ飛ばなかったね。やっぱ燃料の組み合わせらしいよ。あと補助ロケットのバルブの数がどうしても足りないんだって。買うと高いものらしいから今までに墜落したやつのも全部回収したいってお兄ちゃん言ってたよ。おばちゃん、アイス買いに来たよ。はーい、はいはい。あ、ごめん、やすこちゃんの大好きな氷あずき売り切れ中なんだ。それは残念だな。あれ、やっぱここにいるんだ。おはよう、ボクくん。おはよう、姉ちゃん。どう？おばちゃんち、もう慣れた？わかんない。そっか。ねえ、お姉ちゃんち教えてあげるよ。うん、教えて教えて。お姉ちゃんのお父さん、お母さんもお家にいるの？いや、うちは、お父さん、お母さんがいないうちなの。今一緒に暮らしてるのは、おじいちゃんと妹なんだ。へえ、そうなんだ。うち風の子公園のすぐ上なんだけど、場所わかるかな？わかんない。そっか、じゃあとりあえず公園の入り口で待っててあげるよ。うん、ありがとう姉ちゃん。おーい少年。何？公園ってここのすぐ上の
からね。ラジオ体操の場所だよ。ほら、ボクちゃん、そこの釣り竿貸してやっから持ってきな。これ使っていいの？当たり前よ。ありがとう、おじちゃん。遅い。もう日射病になっちゃうかと思ったよ。そんなに待たせたんだ。ちょっとだけ嘘よ。私さ、ここに帰ってきても家族以外のいわゆる友達ってやつが皆無なんだよね。あ、皆無って意味わかる？わかんない。ゼロってこと。青春的物差しで考えるとここって絶望的なところなんだ。だって中学は船に乗らなきゃいけない隣町だし、ここの町ってとにかく漁の時期以外は人が少なすぎるの。そうなんだ。あれ、昨日防波堤にいたお兄ちゃんは？え、誰のこと？知り合いみたいだったけど。まあどうでもいいじゃない。ねえ、このすぐ上の丸い屋根が見えるのがお姉ちゃん家だよ。あれ？この家、こっちが玄関なんじゃないの？うん、そうだよ。でも私の部屋、もともとはお父さんの部屋だったんだけど、今はちょっと訳ありで裏庭からじゃないと入れないの。家の中は繋がってないの？以前は普通に繋がってたんだけどね。お母さんが家を出てった時にドアの鍵を持ってっちゃったから取れなくなっちゃったんだ。これが当面の懸案事項。我が家の喉に刺さった大きな骨ってわけ。それって痛そうだね。うん。でもこっちの部屋だけまるで秘密の隠し部屋になったみたいで、それはそれで気に入ってるんだけどね。ここの庭綺麗でしょ。私今年の春からいなくなっちゃったから、ここも少しは荒れちゃうかと思ったんだけど、うちのおじいちゃんマメな人だから。マメな人？そう。もう頭が上がらないくらいに尊敬してるんだ。でも私の高校進学のためにとっても迷惑かけちゃってるんだよね。はあ、いい風が吹いてるな。お姉ちゃん、ここから海を見るの大好きなんだ。あ、でっかいかぼちゃ。うわ、今年ももうこんなに大きくなってんの？ねえ、そこって何なの？妹の光がいろんなものの種を適当にまいてる彼女の農場なの。大きなかぼちゃとか、あと野良猫のお墓もあるんだよ。さてと、今は一応ここが私の部屋なんだ。これが開かないドア？うん、そうだよ。それにしてもここって天井高いし、なんだか不思議な建物でしょ。うん、そうだね。まるで天文台みたいな形をしてるし。天文台か。ねえ、お姉ちゃんさ、夏休みの間はここにいることが多いと思うから、いつでも勝手に入ってきていいからね。うんうん。そうだ、
夜でも裏の木戸を開けといてあげるよ。ここは泥棒さんとかいないから大丈夫なんだ。うん、分かったよ姉ちゃん。あれ？さっきお姉ちゃんが水飲み場のとこにいたんだけど、もしかしたらあんたのこと待ってたの？え？そうだと思うけど。へえ、そうなんだ。お姉ちゃん、なんであんたみたいに冴えないのと待ち合わせしてるんだろう。こんにちは。はい、こんにちは。ねえ、お兄さんは何をしている人なの？ね、サイモンは夕日の写真を撮ってる人なんだ。カメラマンなの？うん、写真家。そこにある本を見てごらん。それが私が撮った写真を載せてくれる本なんだ。へえ、そうなんだ。私はここの夕日がとっ
っても気に入ったから、梅雨が明けてからずっとここで夕日を撮り続けてるんだ。いつまで？夕日が海に入っていくときにジュッと音がするでしょ？水に熱いものが触ったから？そうそう、あの音が写真から聞こえてくるまで頑張ろうと思ってる。僕の夏休み、今日から本格的にスタートだね。僕くん、頑張ってね。飯だぜ。おい、ボクちゃん、もう釣りした？ねえねえ、おっきいのを釣ってきたらみんなで食べましょうね。目標50センチね。ここらでそのサイズっつうと、イシダイかマゴガレイだな。奥沢淵だと、イワナもそれくらいいくかもよ。想像しただけでなんだかすごいね。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。